はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ギークのエルニドーです。ということで引き続きウォッチドックスをねやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。今回はアクト2の続きで、あの子なんだっけ、なんかガキ中で一体何をしてる、ガキが連れ去られちゃったんで、それを取り返しに行きたいと思います。母親がいると思ってる。うん、ここはギャングの島だ。オークションの騒ぎでセキュリティは強化されてる。で、すべての敵を排除しろということで、敵を全員倒すんだね。そうだね、全員倒すのか。俺スナイパーライフル持ってないんだよね今。スナイパーライフルとかあればね、まだなんか遠くから何匹かね排除してからいけるんだけど、そういうわけにもいかないからね。どうしようかな。よいしょ。とりあえずこれで陽動かけて死んでもらって、陽動かけて気づかないうちに殺すと。よし、とりあえずはまずは OK、まずは OK ね。あとは下か、あれは下だな、あれは下だ。まだ上にもいるよな。上か、あれ上かな、よくわかんねえな。カメラゲッチュー。気づかれたかな。さあどうすっか。こっち側の方が多分倒すのは楽なんだろうけどな。ムボーン、あそこにもいるのか。マジか、いっぱい人来たな、いっぱい人来ちゃったな。やべ、バレてんのか。セーフか、セーフだよ。よいしょ、危なかったぜ。タグも危険なことさせるんじゃないよ、まったく。にしてもとりあえず全員倒さないと終わらないわけだから、とりあえず上のやつをまずは倒して、そっからだな。よいしょ。下のやつらはなんか倒しづらそうな場所にいるな。下ね、あいつぐらいなら倒せるかな。あともう一人どこだ、この下か。打てそうで打てないな。おっと危ない危ない、ピヨーンっていってるわ。ちょ、いけた、危ねえ。よし、倒せなかった。あともうちょいだな。よいしょ、
You stop right there. よし。おお、今かっこよかったな。飛び降りてサクッと。あ、マジで？マジで？増援を食い止めろとか言われてもさ。逃げろ逃げろ。見つから前に。あぶねえ。増援を食い止めろ。え、マジでか。あ、マジで。なんかもういっぱい入ってきてんじゃん。やばいな、これ。敵が多いんだよ。この大量の敵どうすっかな。下か？基本的には下か。よいしょ。きついな。どうやって倒せってこんな。基本的にこの下にいるんだな。あ、くそ。あれ、よし、よし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 。あいつも敵か。あの子はなんか違うっぽいな。あ、マジか。あれ、よいしょ。アップナ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 ップ。風紀飛べ。もう一発だ。風紀飛べ。おし。よし。うわ、あった。いやー、よかったよかった。もう、ゾエンとか死ぬかと思ったよ、ほんとよ。よいしょ。お邪魔しまーす。ジャスティン、ジャスティンだったっけ、なんだっけ、名前はジャスティンだよ、合ってる。いてててて、てて安全な場所へ行こう。おいで、ジャクソン。ジャクソン、合ってる。ジャスティンじゃなくて、ジャクソン。なんかさ、ジャスティン・ビーバーとマイケル・ジャクソンが俺の中でさ、なんかもう、なんかグニグニになっててさ、なんか有名人っぽい名前だったなと思ったんだけどね。まあさすがにね、目の前でこのおっさんが大量に人殺すの見たらね、それはね、力の殺人鬼って感じだよね。表情。俺はなんてことをした。一人残らず殺すなんて。何を考えていた。あれは本当の俺じゃない。いや、あれこそが君だね。うん、そう思うよ。うん、っていうか何を労働してるんだい、何を労働してるんだい。まあね、実際ね、自分の大事な家族が奪われたらね、人も殺しますよっていうのは、まあさすがにね、ちょっと日本じゃ大げさだけどね、アメリカだったら結構あり得る話なんだと思うよね。
それを殺すのが軍隊か個人かの問題で、説明できないことが山ほどある。触んじゃねえ。ジャクソン本当にすまない、大変だったな。ああ、これはマジ心的ストレスだわ。俺は悪い奴らと戦いに行く。安全な場所にいてくれ。それで俺は強くなれる。ヒーラーみたいだ。喋った。ああ、そんな感じだ。どんな感じ？あれはゲームだけど。これもゲームだ。警告よ。母親から連絡がなければいい？私は通報するわ。しょうがね。ママのところに行こうかな。時間だ。ニオブリックスの件で礼を言ったけど、ケークは驚いてたぜ。だが信じたんだよ。ああそうだ、本当に誇らしげだった。ほう、また怒らせるわけにはいけない。わかるだろ、ロッシーフレモントの近くにバーがある。ゴミ箱の中に盗聴器を入れる。行って回収しろ。いいか、あいつはオークションのことで動揺してる。おかげで誰も許可なく上の階に入れない。俺でもな。慎重に行け。待ってくれよ。待ってくれよ。待ってくださいよ。ということで、今回はね、この辺りで終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。